地球か。みんなマスクしてますね。ちなみにあれ何持ってんの？地球人が大好きなスマホです。スマホ思想って物知りだよな。スマホ欲しいな欲しいな。彼女も欲しいな欲しいな。お、スマホってゲームできるんだ。あれなんてゲーム？モンストです。モンスト？地球にはモンストがある。え、宇宙で噂の？やりたかったやつです。です。とりあえずスマホゲットしちゃう。ガッチャ。これでいこう。なんか山本が体をこうやって動かしてる分、俺は熱っていうのがありだな。ありだ。パッポンな。これで、それもあるね。ここにどんどん。スタート。もらってないよ。もらってないよ。なんか嬉しい。これもらいたいね。確かにもらいたいね。だんだんキャラが確立していくんですか、ね。このキャラ。顎外れるかもしれない。いいですか。口乾くわ。よーい。皆さん、ありがとうございます。フライングだけしてください。今年の年賀状、これでいいかな。2022年。せーの。わかりました、得意です。せーの。宇宙に、地球に来る前に。よーい、スタート。なんか知らないんだよ。言ってないときにどうしていいかってね。動きすぎるっすよ。こいつが言ってんのかにまたなっちゃうからさ、こう。誰が言ってるか分かんないっすよ。これやってみるか。あれなんて言う。あれなんて言う。スマホってゲームできない。結構前ぐらいから作り始めないと。うちのセリフぐらいから始めないと、顔が出来上がる前に終わっちゃうし。まだ言ってなくていいんですよ。なんか楽しいなぐらいで。あれスマホって。でなっていうぐらいからこう。っていうそれでそれでいい。スタート。あ、モンストゲームできるんだ。モンストゲーム？モンストで。スタート。ちょっと時よくに見えてくる。マジだね。眉毛の感じとかね。眉毛。ちょっと難かったっすわ。つまんない。早めだね。誰かじゃ。早め。やっぱ。スタート。あ、モートゲームに行くんだ。おぉ、ちょっと、いや、青い人いるんだよな。青い人やばいな。青い人のこの、一回かぶってから入り込む。なんか、だんだん緊張してきたんだ。わかるわかるわかる。正直。わかるわかる。
今回の衣装はどうですか。これは俺たちが住んでる星の制服ってこと。ありがとうございます。いや、そうそう、普段着っていうか、まあこういうあれなのか、うん、でもここの色が濃くなればなるほど大人っていうのらしいから。あ、そうなんだ。勝手に今決めたよ。スタートなんの色。スタートはあのシルバー。同じシルバー。そう、ちょっとずつこう、あで、真ん中付近がちょっと大人になってきたよっていう。あ、なるほどね。そうそういうような意識が俺の中にはあったよ。今ちょうどタラコ色だった。そうだからこう徐々に濃くなってくる。なるほどね。でも動きやすいんですよ、すごく。こう見えて、うん、もっとパリパリしてなんかね、割とゆったり作ってくれるし、ね、確かに、うん、楽だよね。ちょっとずつ形違うよね。そうみんな ね。もう一個です。はい、パスタタタせーの、はい、カラトン。せーの、モンスト。ありがとう。急に喋る。せーの、カット。せーの、宇宙で噂のやりたかったやつですですです。とりあえずスマホゲットしない。ああ、いいね。ああ、それ、ああ、これでいこう。ですですです。確かに。みんな拳で。みんな拳で。スタート。え、宇宙で噂のやりたかったやつですですです。とりあえずスマホゲットしない。カット。せーの、ガチャ。はい、カット。ガチャ。ガチャ。せーの、ガチャ。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 ピアス。せーの、ガチャ。せーの、モンスト。せーの、ガチャ。撮影終了です。お疲れ様でした。もともと宇宙人ですから、別に苦労しました。いや、なんか素のまま出たらいい感じだったんで。なんか話が複雑になった。なんか初めてな感じしないんだよ。共演した人は誰。ヤマト共演してる人は一応みんなしてんだよね。同じシーンはなかったりとか、絡みがあんまなかったりとかはあったけど、うん、ほぼしてないじゃん。してるっていうのそれは。まあだから絡んだのは結構初めて、新鮮だったよ。うん、でも思ったより、でもみんな探り探りやったよ、始まった。そう、最初はね、最初はね。だって、喋っちゃいけないから。セリフなかったからね、初めてじゃない、マイクつけなかったから。確かに、テレパシーで会話するって、うん、初めてだったな。だって、しのくんも今テレパシーで会話してるもんね。今もうテレパシーですごい今、はいだ、でしょ、はいだ入ってます。超仲いいじゃん。テレパシー伝わってるすげえ伝わったもんね。頑張らないね。なんかね、合いそうで合わなかった人たちじゃない。確かに、うん、結構いい化学反応はあったんじゃないかな、うん、一番年下がしのくんでしょ、うん、そうです。どうよ、先輩だし。いや、やっぱりついていこうって思いました。この先輩方の背中を見てやっていこうと。何を求めてんの。テレパシーではもう別にそういうこと聞かないでよ。言ってないですよ、全然。でもすごい楽しい、和気あいあいとして。撮影時間長かったですけど、すごい楽しかったです。そうだね、渋谷のど真ん中だったからね。そうね、109とか、まあでもこのビジュアル出来上がったよ。結構テンション上がったかな。なんかちょっと見せたい気持ちはあった。一番見せそうだよ。イスラさんに見せたい気持ちはあったよ。どう思ってくれるんだろうっていう。でもそのポイント、ちょっと後ろ見て。この三つ編みでしょ、ポイント。この背中は見せたんでしょ、シスさんが。見てましたね。もう焼き付いてます。ギリギリでちょっと角刈りっぽいデザインに変えてもらったりとか。
結構ね、今回微調整、微調整もあってここまでなんかこう、キャラクターデザインを一緒に作り上げるってあんまりないですよね、うん、見た目からすごいこだわってもらって、うん、結構テンションは上がったけど、着替えてから見た瞬間にうわーってなって夜中だったから結構そこピークになって現場着いたら激眠みたいなうわやるぞってなってたのに現場着いたら感じてあったけどね。いやこの耳もいいよね。耳ね、うん、耳ちょっと個性あるんだよ。そう微妙にね、そう微妙に形も違って寄っても多分わかんないと思う。わかんないよ、どこがどうつながってんのか、うん、どうデザインしてんのか、ここでもわかんない。すごいよねそれ多分ちょっと疲れてるから近くに見たら血管っぽいのもね、そう書いてあるんですよ。すごいよ、ね、色味とかもすごいよね。サンキュー、サンキュー。まあでも近い風にやってくれてるよね、最初から寄せてキャラクター設定をしてもらってるんで、うん、でもなんかやりながらこう染谷くんがこう挙動不審になってくっていう、変わってったんじゃないバレた最初走ってた道じゃない道に一番行ったんじゃない、うまく軌道修正してると思ったこっちはなんか道をワイドにしていった感じで、いやまあこうね、4人のこうバランスでまあどうもね、うんね、どう言おうかなって言うんでね、いろいろ、ね、いろいろ試しちゃって、こう見えて細かく試してて、そう、うん、こう見えて、そう、そう、すごいみんな素敵になったと思う。ここもさ、ちょっとかぶってたから、元気が大丈夫大丈夫、見た目がかぶってないから方向を変えてこうやってね、今日はこういろいろとそうそう、いや、すごい今日はちょっといろいろな力で次はもういろんな修正点を加えてはい、芝居も美術も進化していきます。シソン君はどう？このあキャラクターですか。まあ、やっぱ喋らないっていうので、ね、どう表現したらいいんだろうっていうのはやっぱ難しかったですよ、ね。そうなんだよね。そうだね。だしやっぱり引っ張られ、山本ちゃんの横にいられることいることが多いんですけど、やっぱ迷惑だった、ね。いやそんなことない。ね、山本ちゃんを見てるとこう騒ぎたくなっちゃう。そう不安になってきますね。そうなんですよ。あんまり俺もやらないキャラに自分でしてたけど。はい、不安になってきた。俺でいいのかみたいな。俺大丈夫かな。ちょっとブレーキ。しかもやっぱり山ちゃんがなんかやると水島くんもそうですけど、やっぱこう監督とかも大笑いしてるわけですよ。うん、で僕とかね、染谷さんとかなんかそういうこう笑いよっていう感じでは別にないから。そうね。じゃあ OK です。いやそんなことないよ。受けだもんね。言っても。そう。言ってもあれよく受けてると思うよ。だって言ってくれないと。いや別に受けてもない。安心してやった感じよ。本当だよね。そうそう、支えてもらってるというか。初めての感じしなかったんだよ。喋、うん、らないのは結構大変だね。あと宇宙人っていうの大変じゃない？なんか、うんうん、人間っぽくしないようにしなきゃと思ったりとかさ。とりあえず声と出して言い方とかで探っていくのがなしで、結構マジで新しかったわ。ちょっと大喜利っぽかったもん。ジャンルとして。毎回なんか人間じゃない表現したいからいつもと違ったよね、アプローチが、ね、全然違うよ。しかも相手の見てなんかこう俺も超えていこうみたいな。そうとにかく土壇場で思いついたのを出してみるっていう、とりあえずやりたいことやって監督に調整してもらってって感じでしたけど、ねうん、でも色とかさ、こうやっぱ綺麗だよね。綺麗。絵で見たとき、うん、すっごい綺麗だった。だってデパート行ったら、ほぼ包装紙だったもん。包装紙かなんか電飾とかさ、うん、そういうのと被っちゃっても、エプロンの色と同じだったもん。印象だった。楽しかったですよ。やっとキャラつかめてきたかもみたいなことをおっしゃってましたけど、いや、なんか、事前のなんか打ち合わせで、割と表現していかないみたいな方向だったけど、これ親に言って、これ生まれたてなのよ。しょうがない。もう普通に立ってるだけで何かやってるみたいになられる。やらないと食われんじゃんみたいな感じ。いやいや、そこ戦わなくてよくない。戦った先の化学反応があるのかな。まあそうね、戦ってたんだ一応ね。テレパシー的にはね、結構テレパシーで来てたんだよ、ジャブが。テレパシーバトル。
わかったね。いいよね、でもね、なんかみんなの見ながらどうしようかこうしようかって一人で練習してたよ。練習するよね。練習してたよ。練習してないふりしてしてるよ。したしたした。何話したの？マッチ時間は大体全員。基本的に次のショットどうしようみたいな。そうね、そうね。話ばっか。確かに。うん。次どうするどうするしてたんじゃないですか。なんか影響を受けたこの誰かのシーンとか。みんなのいいなぁと思いながら、みんなのがいいなぁと思ったみんなのいいなぁ、俺のとこだけ落ち込んでないからそうそう、不安と戦ってるって感じでしたよ。そうだって、みんないいなぁみたいな言わなかったけど全部伝わって言わなかったけど、みんないいなぁみたいな感じでしたね。これでも夏暑いで、夏これは今回春だからちょうどいいぐらいの気温だったし、うん、寒くもなく暑くもなく、そうだね、だったけど室内はなんなら暑かったけどね。そうね、すでに、うん、そうね、やばい差は感じてる。夏、夏どうする？え、春にまとめて全部撮ろうよ企画を出していただいて早めに。結構なんか半ズボンと半袖でもいいかなと思ったね。うん、ピッタピタの。ピッタピタの。ピッタピタのね。そう。それもありかなっていう。うん。どう？ほぼ長足出して。そうそうそう。このぐらいのホットパンツ。それいいけどね。そう。そういうやっぱり提案出していくと、うん、こう皆さん今聞いてるし。確かに。結構ね。シースルーとかでもいいなと。いいと言ったら結構テンション上がってくれるチームだから、シースルーだったらそんなに制作費もかかんないんじゃないかなとかちょっと思ったり、記事がさちょっと少ないじゃん、そういうところをちょっと考えてたよ今後に向けて、今後に向けて、もう僕はもうその目の前のワンカットに精一杯だったんで先のことは考えられなかったです。すいません。いや